はいどうも、あやとです。今回なんですけれども、運送会社で大問題になった交通違反の映像ということで、あやとサロンの視聴者の方からいただいた映像について詳しく解説していこうと思います。冒頭もご覧いただいたんですが、撮影者の車両が市街地道路を直進方向に進行中に、青信号から黄色信号に切り替わる瞬間から映像が始まります。前方を走る車に追従していた撮影者が黄色信号で車を止めた瞬間にですね、後方から走ってきた大型のダンプトラックが赤信号無視をしながら左折をしていくといったようなね、悪質な危険運転を捉えた映像となっております。今回の映像と全く同じシチュエーションで起こった交通事故が過去に運送会社でございまして、大型トラックの前方を走る乗用車が赤信号で停止し、こともあろうにその停止した車両の右側から追い越しをかけるような形で赤信号無視をしながら交差点に進入し、減速することなく一気に左折をしていったことで、横断歩道を渡っていた横断歩行者を劣化し、かつ自分が引いた歩行者の存在に気づくことなく被害者を引きずったまま 1km 前後走行し続けたといったような交通死亡事故がございました。赤信号無視をしている時点でトラック側の過失が 100% になる交通事故の事例だったんですけれども、かつて発生したその時の事故とですね、全く同じような状況で対向車線に逸脱して赤信号を無視し左折を行っていく、ダンプトラックの映像ということでしたので、思わず過去に発生した交通事故事例のね、一つの映像がフラッシュバックするような瞬間でございました。今回に関しては危険運転の結果、たまたま交通事故には至りませんでしたが、この映像の状況で信号無視をしたダンプトラックが原因によって交通事故が起きた場合、どういう罪が問われる可能性があるのかというと、交通事故捜査の専門用語をもとに解説しますと、赤色信号ことさら無視型の危険運転致死傷罪が成立する可能性が極めて高い事例となります。これは映像の事例のように赤色信号またはこれに相当する信号をことさらに無視することで成立する要件となります。赤色信号をことさらに無視するというのはどういった意味なのかというと、これは故意に赤色信号に従わない行為のうち、およそ赤色信号に従う意思のないもの、すなわち赤色信号であることについての確定的な認識があり、停止位置で停止することが十分可能であるにもかかわらず、これを無視して進行する行為や信号の規制自体を無視し、おおよそ赤色信号であるか否かについては一切意に介することなく、赤色信号の規制に違反して進行する行為のことを指します。赤色信号であることについて確定的な認識がある場合というのは、前方の対面信号機が赤色信号を表示していることをはっきり分かっているという状態のことを指します。そもそも赤色信号というのは道路交通法施行令第2条の解釈において、単に停止位置を超えることを禁ずるのみならず、停止位置を超えた場合にもなお進行を禁じ、その停止を義務付けております。改めて映像を確認してみますと、対向車線側に大きく逸脱して撮影者の車両を追い越し、赤色信号のまま交差点に進入したダンプトラックは赤色信号の灯火が点灯しているにもかかわらず、何ら停止する素振りを見せていないということから、赤色信号灯火に従って減速停止する意思を一切見せていない、またその努力を行っていないということも映像から観察することができますから、なおさらこの状況でダンプトラックが交通事故を起こし、仮に死傷者が発生した場合、赤色信号ことさら無視型の危険運転致死傷罪が適用される可能性が高い事例となってまいります。以上のことから、赤色信号であることについて確定的認識がある場合、直ちに急ブレーキをかければ停止位置で停止できる場合だけでなく、停止位置で停止することができなくてもブレーキを踏んだことによって交差点内の安全な場所で停止することができるはずであった場合には、おおよそ赤色信号に従う意思のないものといえ、赤色信号をことさらに無視したとして危険運転致死傷罪の要件を満たすこととなります。なお、平成20年10月16日の最高裁判所の判決において、信号の規制自体を無視し、おおよそ赤色信号であるか否かについては一切意に介することなく、赤色信号の規制に違反して進行する行為については、最高裁判所は赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても、信号の規制自体に従うつもりがないため、その表示を意に介することなく、たとえ赤色信号であったとしても、これを無視する意思で進行する行為もこれに含まれると判事しております。つまり、おおよそ信号に従うつもりがない者にとって、前方にある対面信号機の信号表示を確認することには何の意味もなく、仮に確認した結果信号が赤色表示であったとしても、これに従って停止するつもりがないということですから、視界に入ったとしてもおざなりにしか見ないため、このような運転態度は確定的認識がありながらあえて信号無視をする態度と同じぐらい危険であるということです。
まあ、よって赤色信号であることの確定的な認識の有無でことさら無視かどうかを区別するのは、まあ、相当でないといったような判決が下されたわけですね。まあ、映像のように意図的に撮影者の車両を対向車線側から追い越し赤信号無視をして進行するという行為は、それが原因で万が一死傷者が出る交通事故に発展した場合、今回の赤色信号ことさら無視型の危険運転致死傷罪が成立する可能性が極めて高くなるということをぜひ覚えておいていただければと思います。一例としてこういった判決があります。普通乗用自動車を運転していた被告人が信号交差点の手前で赤色の対面信号表示に従って停止していた先行車両の後方から対向車線側に進出し、時速約 20km で同交差点に進入しようとしたため右方道路から信号に従って左折進行してきた車両に自社を衝突させたという事故に対し、赤色信号をことさらに無視した危険運転致死傷罪が成立すると判事しました。また危険運転致死傷罪の中で定められている重大な交通の危険を生じさせる速度とは、通常時速 20km から 30km の速度で走行していれば重大な交通の危険を生じさせる速度に当たる場合が多いとされ、平成18年3月14日の最高裁判決においては、実務上は時速 20km 以上の速度であれば他の交通に重大な危険を生じさせる速度としてこの要件を充足するとされております。ちなみにこの判例の事件においては、事故を起こした加害車両側の弁護人が、本件事故原因は被告人が対向車線側に進出したことにあり信号無視との間には因果関係がないといったような弁護の主張をされていたんですけれども、これに対し最高裁判所は被告人が対面信号機の赤色信号に構わず対向車線に進出して本件交差点に進入しようとしたことが、それ自体赤色信号をことさらに無視した危険運転行為に他ならないのであり、このような危険運転行為により被害者らの傷害の結果が発生したものである以上、他の交通法規違反または注意義務違反があっても因果関係が否定されるいわれはないというべきであるといったような判事を行い、弁護人側の主張を退けております。実際にこういった交通裁判における、まあ、判例がございますから、今回の映像においてもですね、まあ、仮にこういった信号無視をことさらに行ったダンプトラックによって死傷者が出るような交通事故を起こしてしまった場合は、非常に高い確率で危険運転致死傷罪が成立する可能性があるということをよく覚えておいていただければと思います。まあ、稀に大型のトラックなどで交差点の信号表示が明確に赤色を示しているにもかかわらず、それを無視する形で止まる素振りを見せずに通過するといったような車両を見受けることがありますが、こうした場合においても赤信号灯火にそもそも従う意思が見られないということで、万が一交通事故が発生した場合は同様に危険運転致死傷罪が適用される可能性が極めて高い事例になってまいりますので、赤信号無視が引き起こす悲惨な交通事故の実情と、まあ、実際に赤信号無視をして事故を起こした場合にどういった罪に問われる可能性があるのかという点についても、まあ、特にプロドライバーの方々についてはよく認識し、日常の安全運行に努めていただければと思います。軽い気持ちで信号無視をしただけでも極めて重大な刑事責任、民事責任を課される交通事故に発展する可能性も十分にございますから、こうした運転は絶対に行わないようよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。おやすみなさい。Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad.